はい。ディスキリオンです。よろしくお願いします。家で飲んでるのもあげたいなと思いまして、で、ちょっと撮ってみようと思ったんですけど、ちょっと家でいきなり飲むのは緊張しちゃうかもなと思いまして、近所の飲み屋で、YouTube でもあげました、春田屋、安くて美味しい春田屋で飲んでて、そこで来ようと思ったんですけど、結構うまい具合に酒とつまみが合致しまして、結構ですね、頼むものがっちりハマって何杯か飲んでしまいまして、さらに運よく飲みの誘いも来て飲んで、で結局今そうですね、12時ぐらいになってるんですけど、やっと帰ってきたっていうところで撮ってる、まあ最後の1杯ぐらいを家で飲もうかなと思ってます。もう基本俺はもうキリンの本搾りが好きなんで。ああ、美味しい、すっきり。もうこの時間になるとあんまり近所でお店もやってないんで、あれなんですけど、まあ安定ですよね。買ってきます。松屋はね、ありがたいですよ。ここがやってればどうにかなるっていうので。あ、結構角度的にはいいかもしれない。ちょっと下げ気味にしたんで今日。カレーとご飯とお肉が分けて準備してあるんですけど、はい、先ほどキッチンに行ってラップで包んでおきましたので、おしぼレモンと牛皿でいくって感じですね。最後、まあ家に帰るまでの店でちょっとね、アイスも食っちゃったんですけど、うん、うまい、うん、あ、うまい、合う、レモンサワーに合う、くたくたの玉ねぎ、あ、くたくたでもないな、もうシャキシャキっとした感じで。全然飲めるわ。まだ飲める。結構飲んだけど今日。ああ、うまい。あとそう、僕の趣味が8センチ CD を集めることなんですけど、8センチっていうのは縦長の、あれですね、80年代後半から2000年ぐらいにあった縦長のちっちゃいサイズの CD。いつもだと12センチが8センチになってるちっちゃいやつがあるんですけど、まあそれを集めるのが好きで、それで DJ もやったりしてるんですけど。で、今日郵便受け見たら届いてたんで、8センチを聞きながら、飲むのが好きで、家で。ね。ちょっとね、YouTube だからかけられはしないんですけど、カルロス・トシキ&オメガトライブのアクアマリンのままでいてが届いてたんで ヤフオクで買って、あ、いいですね